やばい、新追加ポケモン来ました。はい、どうも山田です、インサンフランシスコということで、今日はですね、本当はですね、あの何やの方とのね、インフルエンサーサミットってやつ、なんか会議、だったんですよ。で、あの会議中にね、なんかいっぱい通知が来てんだと。あのインフルエンサーみんな YouTuber ね、なんかおのおのいろんなとこから通知来て、なんだって言ったらね、なんかニヤバに見たことないポケモンが出てるよみたいなやつが来て、って言ったら、すぐ近くにね、なんやのね、スタッフさんとかが、あ、新しいのが出ましたって言って、マジかいみたいな感じですよね。こっちとら会議中で動けないのにみたいな言ったら、そしたらですね、ちょうどそろそろ終わるみたいなタイミングだったらしく、あ、終わりです。じゃあ、YouTuber の皆さん多分行きたいと思うんで行ってらっしゃいみたいな感じに言われて、今、バーッと出てきました。はい、ですね、もうフラグ回収が早すぎますね、僕ね。はい、何のことかというと、ライブ配信やってたんですよ、今日。でですね、 YouTuber とかを本社の方に呼んでやってるってことは、なんかね、新イベントとかの実装の隙間合間を縫ってやってんじゃないかって僕思ってたら、多分ないっすよみたいな感じで言ってた当日の7時間8時間後ぐらいに来てるっていうね、ちょっと自分でも逆に怖いですね。はい、ということで、何が実装されてるのか一旦いろいろ確認していきましょう。新たな新王地方のポケモンたちが、ポケモン GO に続々と登場しました。はい、もうこの上に出てるやつらはですね、全部来たと思ってください。化石から進化したポケモン、ズガイドスやタテトプスなどのほか、今回は新王地方でさらなる進化を遂げたポケモンたちが多数いるようです。ベロリンガからベロベルト、モンジャラからモジャンボなど、新王の石を使ってさらに進化をさせれば活躍の場が一層広がります。はい、まずここで一回言わせてください。進化の形が原作とだいぶ違う感じにちょっとね、なっていきそうです。はい、次、また新たな新王地方のポケモンが卵が孵化するようになりました。寒さに負けず、ポケモンとたちとの出会いと冒険を楽しみください。寒さに負けず、ん、煽りか。はい、次行きましょう。トレーナーの皆様へ重要なお知らせです。ポケモンバトルの戦略性や幅を拡張し、皆さんによりお楽しみいただくために、バトル時の技の威力やスペシャルアタックの溜まりやすさなどバランス調整を一部行いました。また技マシンを使うことで、例えばカイリキーが岩タイプの技岩なだれを覚えるようになるなど、一部ポケモンが覚える技の種類が増えました。レイドバトルではこれまでよりも手強くなったポケモンバトル、あ、ボスポケモンが登場しますが、ポケモンの相性や技の組み合わせをよく考え、戦略的に、勝利を収めましょうということです。はい、ということですね、めちゃめちゃ増えます。ミツハニーちゃん、ミツハニーどこ、これとまあまあとまあいいや。はい、ということでね、新イベントをまさかこんな形で海外で迎えるとはね、マジで思っていなかった山田でございます。とにかく、まあ、ざっくり言うとですね、新しいポケモン、はい、追加になりました。新王の石進化できる幅が広がりました。技の調整が入りました。そして卵も変わりました。技マシンで新技いろんなやつらが覚えます。その詳細は、まあ、皆様に確かめてくださいみたいな、そんな感じですね。はい、おそらくゲームイズの攻略チームが頑張ってまとめると思うんですが、僕は一旦外にロケに行ってきます。行きましょう。わー、急ぐぞー、よーし行くぞーとか思ってさ、このアメリカだからケンタムス2連脇とか、まあ普通にタップはしちゃうよね。うん、タップはしちゃうんだけど、急がないとね。行こうね、頑張ろうね、ミス強い。今僕大変なことに気づきましたね。俺財布持ってくの忘れたな、これ。まあ大丈夫だと思うけど大丈夫かな大丈夫だと思うけど大丈夫かな。大丈夫、よし大丈夫。俺は強い子、山田強い子。とりあえずニアバイで、の影があるやつ探していこう。サンフランシスコならではって感じですね。あー、これ分かりにくいんですけど、すごいんですよ坂が。これ奥にピント合わないかな。あったほら、ずーっと坂道が続いてるんですよ。はい、前回来た時もね、あれだったんですけど、多分説明してるかな、アップダウンが激しいんですよサンフランシスコって。だからね、よし直線距離意外と楽って思ってみたらね、こう角曲がってみたら坂ってなってるから、まあまあしんどみはあるよね。あ、しかも中華街っぽいな。あの辺が完全に、ほら、多分中華街の入り口って感じかな。うん、なんだと思います。圧倒的アメリカか。道すがらのイルミゼ、トレード用にこう控えてるさ、地域限定がさ、どんどんボックス圧迫してんだよね、ジーランスとかね。うん、はい、でもやっぱり取っちゃうんだよね。進んでいこう。多分この辺、ニアバイ。お、ちょっと待って、消えた。え、待ってやめて、いてマジで。あ、いた、よかった、いたハイタップミサリタップ、ミサリタップ、オッケーよし、掴めていこう。あ、いや待って、ミツハニーはすげえ動くじゃん。8の字じゃん、しかもミツハニーだから8の字じゃん。
はい、行くぞ、頼むよ。銀杯どうだ。はい、入ってください。入った。はい、2回目。はい、2回目。3回目。オッケーです。はい、ということで新実装ポケモンのうちの1匹ですね。はい、三つ葉にゲットぜ。はい、よかった。君はどっちだ、オスかメスか、どっちなんだ。メスでございます。はいはい、なんか進化のボタンがなんか、そんなことある。ぶっ倒れた。俺の立て方が悪かったね。あ、マイクも汚いですね。あ、いやいやいや、はい、とりあえずゲットできましたね。はあ、一旦落ち着こう。ちょっと背景がいいところに移動しよう。はい、とりあえずゲットできましたが、あのホテルからガンダッシュでね来た公園がね、サンフランシスコじゃないんですよ。ほぼもう中国です。はい、すごいです。中華館しかありません。あのトランプやってます。中国人の、全員中国人ですよ多分ね、のおじいちゃんたちがトランプやってます。はい、ちょっと歩きましょう。はい、ミツハニー以外にもね今回いろいろ来てるんでね、周囲を探してみましょう。さあ、また新しい影見つけました。どこだ。近い、直進だ。この道を直進です。影は多分ねそろそろなんですが、どうかな。お、震えたぞ。誰かな、まだだな。とかちょっと待って、容疑もいるし、ブニャもいるし、ちょっと待って、いろいろ待って。多い、情報量が多い。ふざけんなよ、楽しいなこれ。さあそろそろ出て、タテちゃん、タテちゃん、タタタ、出た、来た。はい、野生のタテトップスです。よっしゃ、ゲットチャレンジ行きましょう。なんかアメリカっぽいか、わかるかな、わかんねえな、よくわかんねえなこれな。はい、いや置いときます。アメリカです。サンフランシスコです。はい、あ、パイルにしちゃった。違うだろ、銀パイルだろ。まあいいや、うまいことやって、ナイス。よし、行くぞ。はい、1回目、2回目、3回目、一発ゲットでございます。はい、ということでタテトップスゲットさせ。はい、で次にいるのがブー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 ニャニャ。まあまあ歩くね、ブニャちゃん、まあまあ歩くね。あ、でもいや、そうでもないか、そこまででもないの。え、ってかちょっと待って、進化、もうもういい、行こう。はい、ということでブニャットのね影見つけて歩いていたら、まさかの北山さんです。どうもこんにちは、北山エリです。どうも、ちょっとお疲れ様です。お疲れ様です。はい、向かいましょう。もう目的は一つですね。はい、そうですね。はい、行きましょう。マジでちょっとあのみんなねどっか行っちゃったんですよ。ね、あの各々が各々今活動してて、今北山さんともたまたま合流した感じですね。はい、新ポケのところにトレーナーは集まると、そういうことですね。そういうことですね。ワンちゃん向こう行ったらいるかもしれません。みんなね、はい、向かいましょう。レッツゴー。いい。いや、ビルすごい高い。あ、失礼します。あ、よかった。え、ちょっと待って、ちょっと待ってブニャットで時間使ってる場合じゃない。もう次も行かなきゃ、一旦ブニャット取ろう。まさかの、ニャルマ飛ばしてビャッと進化後ですね。多分ね、あ、逆にお前はあれか、金釣りとかでさっさと捕まえちゃった方がいいんじゃないか、これはな。はいはい、はーい、はいと、よし、多分大丈夫。金釣りだぞ、だってブニャット。1回目、はい、2回目、はい、3回目、 OK、 ブニャットゲット。見つけた。そうなんですよ。そうなんですよ。俺も今見つけましたよ。行きましょう。次行こう。はい。サイドです。ダニエルがいました。はい。見つけた。コクノドン in German the Pokemon。コクノドン。なるほど。です。さあ、次です。触っていきましょう。もしかしたら頼む。触れた。よかった。はい。ちなみにズガイトスの来たらね、トレーナーさんがすでにいっぱいいてね、奥にいるあのトレーナーさん、奥にいるトレーナーさん3名もあの僕のこと知ってました。びっくりしましたね。はい、ありがたい話ですね。去年いろいろ回ったからね。はい。それではズガイトス捕まえます。北山さんは止まってるみたいですね。僕は頑張ります。僕はそのまま行きます。セクリートどうだ。はい。行くぞ。あ、1回目、2回目、ちょっと待って、3回目。よっしゃー。はい、ということでしっかりと獲得いたしました。使いとすゲットせ。いや、
ゲさせ、はい、よっしゃよかった。小太ちゃま微妙ですけど、まあいいです、いいです、オッケーオッケー。随分暗くなってきました。なんか知らないけど最後のね、頭蓋骨もチャイナタウンだったら、チャイナタウンスタートの晴れ外れてチャイナタウンみたいな、僕はこんなそんな感じでございました。はい、とりあえず新追加のポケモンたちの脇の影が今落ち着いちゃったので、ホテルの方に戻っております。はい、はい、お疲れ様でした。本当お疲れ様ですね。びっくりした本当に。いやー本当このタイミングでこんな実装しますと、マジでちょっと思っちゃいましたもん、僕、うん、なんか会議中に、そうそうそう、隅っこの方の内覧の方がですね、うんうん、なんか必死にパソコンでクチ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 ってやってましたね。あれが何してらっしゃるんかなと思ったら、はいはい、これだったわけですね、はい、びっくりですね。いや本当ですね、はい、いやまあとりあえずあの新情報、まあ、はい、僕ら今とりあえずわーっと走ってゲットしてきましたけども、はいはい、まだまだ、多分ねその今の中ではちょっと取りこぼしている部分絶対あると思うんで、はい、一回ちょっと僕はホテルの部屋に戻ってからその辺のチェックしようと思います。お疲れ様でした、はい、お互い様で頑張りましょう。はい、お疲れ様です。はい、戻ってきました。とりあえずですね、今回、まあ、冒頭でね、じゃ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 ーとこう、内容言いましたけど、蓋開けてみた時のね、お話をね、ゲームズの攻略ページ見て、少しね、確認していきましょう。新王地方のポケモンが追加実装、一部の技もバランス調整って感じですね。はい。で、野生で今発見報告があるポケモンたちなんですけれども、どうやら今回僕がロケで捕まえた奴らと、それの進化後ですね、もしくは進化前のみみたいです。はい、ニャルマ、そしてブニャットですね。はい、そしてミツハニーとビークイーン、タテトプス、トリデプス、ズガイドス、ラムパルドという感じですね。はい。で、あの、ブニャット、これがですね、進化後でもね、野生で出現するのが、まあ、この動画で、ね、確認できてると思います。はい。ビークイーン、トリデプス、ラムパルドに関しては、まだちょっと発見報告がございませんよ、という感じですね。はい。で、まあ、それぞれですね、まあ、その進化が、まあ、ここで止まるので、結構野生で出現するんじゃないかなと、ちょっと思うんですよね。で、あの、飴もめちゃくちゃ必要ってわけでもないので、あの、不思議な飴を使うほどでは、ないのかなっていうのがちょっと個人的な感想でございます。そして新王の石の進化先で、まあ、冒頭でちょろちょろと話したんですけど、全部一回ねちょっとまとめて紹介していきましょう。ベロリンガの進化後ベロベルト、ヤンヤンマの進化系やメガヤンマ、エイパムの進化後エテボース、モンジャラの進化後モジャンボ、キルリアの進化後エルレイド、雪ワラスの進化後雪メノコでございます。これあのナイアンティックさんの方からこれをちょっと拡散してくれって言われてツイートしたんですけども、オスのキルリアじゃないとエルレイドにならない、そしてメスの雪わらしじゃないと雪目の子にならないんですが、バグでですねそれぞれがですね、あのメスのキルリアでもエルレイドになるような表記、もしくはオスの雪わらしなのに雪目の子に進化できるような表記に、ゲーム内になってますなんですが、これは、なりません。はい、原作と同じくそれぞれ、オスメスそれぞれ対応しないと進化しません。これに関してはナイアンティックさんはね、あのバグの修正に今向けて動いてるらしいので、まあお待ちくださいということでした。実際にこれゲーム内でやろうとしてもそれは進化できませんっていうような表示になります。はい、ということですね。またね神話の石を使う機会が増えましたということでございます。個別の性能に関してはね、またちょっと別の動画で、紹介していこうかなと思っております。はい、でここがまだわかりません。卵に追加されたポケモンたち、まあ実際野生ではね、さっき挙げた、まあ、進化前で言うと4種類のポケモンですよね、が追加されているので、個人的にはこいつらがどっかの卵に入ったんじゃないかなと思っております。この動画収録の段階ではちょっとまだ全てが判明していないので、また、判明したら動画内でお知らせ、もしくはツイッターとかね、その辺でお話しするかもしれません。あ、ベイビーポケモンが追加、マネネはないんじゃないかな、ウソハチとピンプクはまあワンチャンとか思いますけど。あとはですね、冒頭にあった技のバランス調整および新しい技に関してはちょっとまだデータが全て出尽くしてないので、これも多分別の動画になるかな。はい、多分これじゃあサンフランシスコにいる間にもう一本これ関連の動画が、ちょっと出せるかもしれません。はい、ということでちょっとバタバタっとなんかしちゃったね、びっくりしたね。はい、どうでもいいんですが、サンフランシスコの方は現在18時でございます。18時です。まあちょっとミーティングからのロケということで、もうすでにもう割とクタクタなんですが、はい、まあもう一踏ん張り頑張っていこうと思います。ということで皆様、一気に新ポケモン追加になりましたので、続々とそれらを獲得して図鑑を進めていきましょう。ということで今回はこの辺で終わろうと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあまた、サンフランシスコから動画をお届けします。バイバーイ。